本当に申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでしたじゃなくて、説明しろって言ってるの。兄弟で生きていくしかないねって言って、私たちはほっと急にいなくなって、2年とか8ヶ月も。申し訳ありません。同じこと言ってクリック怒らせんのも変わってない。で、お前たちを食わせるために事業立ち上げようとして失敗して、違う、頑張ったんだよ、でも失敗して首が回りづらく。そうだっていい。ミクが言いたいのは、食わせようとか考えなくていいってことよ。でも生活が。でもじゃない、でもいなくなったんじゃん。へっちゃんもでもとか言っちゃってるけど、いなくならない方がプライオリティが高いってこと。どうにも、ごめんごめん。もういいよ。ごめん、これからさ一緒に暮らせばね。それは無理。え、なんで。どんだけ探したと思ってんの。警察行ってもダメ、更新所行ってもダメ、なんでマッチングアプリで見つかるわけ。いや、ほんとごめん。ごめん、もう絶対ないから。これから一緒に暮らそう。それは無理。なんで。え、結婚する。え、なんで結婚。ミクは見つけたの、マッチングアプリで兄貴と出会う前に。たまたま。俺を探してくれるつもりが、正しい使い方してたってわけか。おめでとう。